何年かかったっていい。絶対に貯めますよ。プロジェクト K。こんにちは、キルアです。今回はですね、夏の終わりだよ、ガチ勝負連打祭り3打目でございます。行きますって行きますって攻めますって。本日最終日です。最終日はインニゲ祭りに行きたいです。第1レースから第4レースまで1-23-56と1-56-23、8通り固定で行ってしまいます。昨日5号艇6号艇全然絡んでいないので、今日はインニゲからの5号艇6号艇2着は3着に絡んでいただきたい。インニゲ満州来てください。どうぞご覧くださいませ。はい、1本目でございます。第1レース最終日でございます。インニゲ祭りでお願いします。どうかインニゲ祭りでお願いします。第1レースから第4レースまで的中はしますでしょう。絶対的中はしますでしょう。坊主はいりません。振りではございません。絶対に坊主なんていりません。爆勝ちでお願いいたします。インニゲ、インニゲ祭り、いけるよ。1本目から的中お願いします。2号艇あいこんでるな。ということは1号さん、1号さん入った。頑張れ。とにかく1号艇頑張った。で、4号艇絡まないよ。4号艇は絡まないよ。わー、1号さん、1号さん、スタート正常です。一瞬にマーク独走体制、1号艇松本和樹、ぶん回していく5号艇大箱、うちうちタオル6号艇中野由紀さん、来た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 、待って、やったやった、1号待ってね、1号さんでお願いします。1、3号はね、人気のところ、1、3号だと人気のところ、1号さんでお願いします。頑張れ5号艇1号さん、36.6倍、キャッツキャッツ、1号さんならプラス収支が確定する。1号さんなら一発でプラス収支が確定する。1、3号だとダメだよ。3号はダメだよ。11.1倍。第1レースからプラス収支確定やるかい。バック勝ちの予感。来た、この差はでかい。頑張れ。このね、1、3号と1号さんのこの差はでかいですよ。マジで。倍以上違いますから。ほら、怖い。ね、怖い、もう。先頭はインカロ押し切った1号艇松本和樹、ほらね、怖い。オーレスとも先手を取って、もう一度懐飛び込む5号艇ここはわずかに及ばず、逆転あった3号艇野村康友が2番手、体型は1番3番5番と変わりました。このままで決まると3連単135は11、まだ分からない。ラストコーナーからホームスレッジ1号艇松本和樹、最後させていくよ。ぶっ回してた5号艇大場幸喜ですが、冷静に内内回って3号艇野村康友がキープ。135先頭1番松本、マジかよ。で、3番野村、3番手5番大場幸喜、いやでも的中です。ありがとうございます。6番中野幸喜、マジかよ。はい、2本目です。ちなみにですが、本日の風速は0メートルです。0メートル、つまりインニゲ祭りになるということ。1号1号6で来ないかな。5号艇6号艇じゃ来ないかな。激アツ激アツ、とにかくインニゲを、とにかくインニゲ。最終日、無風に近い状況。無風だから無風ということは、スタートがピタッ来たよ。あとはね、1号艇行っていただいて、4号艇が絡まない、4号艇が絡まない、そしたらもう的中でしょ。4号艇まだ分からない。3号艇と4号艇がやり合ってる隙を突いて、2号艇と5号艇が来ますよ。これ1号に来ますよ。のしか1号さん、バタッ、やばい、やばい、主さん、やばい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 、
途中まで1号差ありましたでしょ。マジかよ。1、3、5でも高いけど。いや、来た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 。やべ、ありがとう。これ、途中まで1号差あったよ。やべ、やったやったやった3本目でございます。第3です。残り2本でございます。もういっちゃいましょうよ。いけるところまでいっちゃいましょうよ。こちらは1号も1号も満州には届かない。最終日もう全部インディーリーですよ。爆盤通り2つに分かれて3対3です。最終日の攻防、4号艇絡まないで。競争インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番もう行っちゃいましょう。はい、来た。インディー決まった。インディー決まった。あとは5号艇が4号艇を飲み込んでいただければ、5号艇がまくっていって4号艇が絡まなければ、はい来た。はい来た。1号艇行った。待って、4号艇絡まないで。135、ちょっと待って。おっと、来たね。やばくない？やばいよ、今日やばいよ。マジでやばい。1号さんがいいよ。1号さん、ほら来た。ちょっと待って、1号さん、1、3号だとね、1、3号だと人気のところ、まあ、人気といえど13点の場合、1号さんが136、あーやばい、136が一番人気か分かんないけど、めっちゃ人気。1、3号、13点の場合ね、やばくないですか。ちょっと本日激アツ。やっぱね、イン逃げ狙いガチ勝負が一番いいかもしれない。これだってね、5号艇に来ていただければ34点1枚。わっ、ちょっと勘弁。5号艇が勝ってスタートを決めての押し切り。1号艇高橋が先頭、3周1マークから向こう上面、3号艇天野マクトが2番手。ヒーハー、三度のつけまい観光でありますが、ここも白いで2番手は3号艇天野マクト。1番3番ねえ、やばすぎる。3連続的中です。13.7 倍でかいですよ。それでもでかい。8通りですもの。8通りで 13.7 倍でかいです。はい、来た。で、5号艇がいいよ。5号艇がいいよ。3着。6号艇来ちゃうと 9.7 倍だからね。3号艇が、5号艇頑張れ、5号艇。あ、来た。しゃー。第4レースです。ラストでございます。ね、やばくないっすか。やばいっす、マジで。3本的中しております。爆勝ち確定しております。そしてなんと135、全部135ですよ今のところ。これ第1ですから、第3です。まず全部135で出てます。これもう第4レースも135でいいんじゃないの。135 9.0 倍。しかし両者ともにきっちりと予選突破を果たしています。ね、これやばいよ。これ来たらやばいよ。マジでやばいよ。イン逃げ狙いはね、もうありますでしょ。4号艇、待って、ほら4号艇混んでる。やばい。待って、1号艇来た。一応、わぁ、ちょっと、やばいよ。来るよ。絡んできて、5号艇、6号艇絡んできて、激アツ。ほら待って、135来るよ。135来たらやばくないですか、これマジで。全部135ですよ。うわ、見せかけて1号。1、2、5、1、2、5、1、2、5、1、2、5、来て、もう最後まで来ちゃって、くれ、
すごくすぎる。これガチ勝負、ガチ勝負。これね、的中いただいたら全部的中ですよ。ガチ勝負全部的中はやばすぎでしょ。125 7.2倍。あ、 7.2 倍か。123が一番人気だもんな。125グイグイ攻めてくる。5号艇ほら待って、食いってくるよ。食いって食いてきたよ。ちょっと待って、ほら嘘、やばくない、ね、やばい、やばすぎる。ほら来た、ちょっといた、下かんだ、下かんだよ、いって。ねえ、ほらちょっと待って、ねえやばいよこれ。ガチ勝負、ガチ勝負、全レース的中は人生初めてじゃない？全レース的中、全通り以外の全レース的中って全人生初めてじゃないかな。これやばい。ちなみにですが鳥紙です。ちなみにですが 7.2 倍鳥紙です。そんなことはどうだっていい。やばすぎる。爆勝ちでしょこれ、爆勝ち来たでしょ。職務まっしぐら、ガチ勝負年代祭りまっしぐら。はーい、やったーやったー、バタイバタイ。これは激安展開となりました。ガチ勝負的中率 100%、 イン逃げの8通りでのこの結果は十分でしょう。やばすぎる。きた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 、時代が来た。まだまだ次回もガチ勝負連打いきますぜ。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。